さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、ツアーが始まります。ツアーが始まるということは何に困るでしょう。チッ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 。そうです、参戦服でございます。軽く足りないなと思ってシーンでね、参戦服にどうかなっていうものをいろいろ頼んでみたので、ちょっと何コーデか紹介しつつ購入品を紹介していきたいと思います。春なので今回はちょっと可愛い感じのコーディネートが多いかな、どうかなって感じなので、どうぞご覧ください。スタート。まず1着目というか1コーディネート目がこちらです。なんかさ、これ着てみたらさ、ちょっとドッキングしてるワンピースっぽく見えたんだけど、上と下あの別アイテムになっております。はい、めっちゃ可愛くない？なんか着てみたら結構可愛くてびっくりした。私148しかないのでちょっとだけ長いんですけど、厚底とか履けば全然余裕な感じ。この上のロンパースっていうのかなの質感が結構柔らかめなので、自分で裾上げとかもしやすい素材感ではあるかなと思います。でパンツの部分ちょっとこうワイドっぽくなってて、裾に向かってこれがめっちゃ足長く見えて可愛いんじゃないかなと思う。今年の春はちょっとリボンがね流行るというか流行ってる気もするので、肩で可愛く結んであげるのもいいしっていう感じ。ただね、1個だけ難点があって、後ろ側のここのところがあのこれねジッパーになってるんですよ。なのでちょっと上げるのがねむずいっていうか大変だった。中に着てるこちらのチェック柄の襟付きのお洋服なんですけど、これもめちゃくちゃ可愛くない？襟が結構大きめなんだけど、生地感とか相まってそんなになんかごつくは見えない。まあ、合わせるこの下のロンパースがちょっと体にねこうフィットする感じっていうのもあるんですけど、それも相まってかいい感じのコーディネートになってるんじゃないかなと思います。後ろもね襟大きくなってて、はい、可愛いです。まあ、春といえば私はギンガムチェックが着たくなるので、まあ、これとね淡い系のジーンズとか合わせてもいいんじゃないかなっていう感じでございます。1コーディネート目がこちらでございました。次、はい、次はこちらでございます。ピンクのニットなんですけど、思ったより暑かった。1枚で春だったら着れるかなっていう感じで、色もね春っぽい感じのピンクなのでゲットしてみました。可愛くない？最近あのパーソナルカラー診断みたいな簡易のやつに行った時に、イエベ春とということだったんで、ワンちゃん似合うのではっていうシャギーっぽいニットですね。さっき言った通り結構厚手なので、汗ばむぐらいの春先になったらちょっと厳しいかも。全体的にしっかりした作りなので、あの高見えするんじゃないかなって思います。もう一個ニット買ってるのでそちらも紹介します。こちらでございます。可愛くない？このニットロゴが結構大きく入ってるので1枚で着やすいニットなんじゃないかなと思います。で下に合わせてるこのスカートもうまずインパンが入ってるので履きやすいし、ここにヒラヒラがついてるんですけど、このヒラヒラのさ一番前がさこういう形に入ってるんだよね。これね足がねあの綺麗に見えるというかじゃないかなと私は思ってる。このヒラヒラの入り方なんですよね。私は結構この好きなの、この前にここに1個があるみたいな、ラフだしいい感じにまとまったコーディネートなんじゃないかなと思います。でこのバッグも可愛いんだよね。シルバーの小物が欲しくて探してたんですけど、これがめっちゃ可愛かったの。こんな感じでちょっと変わってんだよね形が。なんかこれねリュックにもなるんだと思うんだよね。こうやって持てるんじゃないかな、はい、っていう感じのバッグです。まあ、もちろん手持ちというかこうやっても持てるしっていう感じで可愛いし、めちゃくちゃ大容量なんだよね。下にマチもこんだけついてて、でかなり大きめサイズなので、まあ、フラッグはまあちょっとねこう絵が出ると思うんだけど入らないことなさそうって感じ。このシルバーっぽい小物を1個持ってるだけでなんか今年の春は役に立ちそうというか、ちょっと今っぽい感じで使えそうなのでシルバーアイテム探してみてください。可愛いこれ。じゃあ次行ってみます。次のコーディネートこちらでございます。ちょっと靴もね買ったんですけど、インソールがめちゃくちゃ入ってて足長効果がえぐい。少し大きいじゃん靴が、ということで足がね華奢にちょっと見えるかなみたいな。ちょっと上からこうカメラね上から撮ってるから足長効果というか足細く見えると思うんだけど、でこのスカートも結構この生地感がしっかりしてるのでスカート主役みたいな感じのコーディネートするときにめちゃくちゃ良さそうで、これもインパン入ってるんだよね。めっちゃ便利で、上に合わせたのがさっきも言ってた通りちょっとリボンが今年流行ってるのかなみたいな感じなのでリボンニットにしてみました。これ履かないのと履くのじゃこんだけ違うからねこんぐらい底上げされてるのでかなり足は綺麗に見えるんじゃないかなっていう靴。これよ良さそう。でトップスタート3つ買ってるので、あのシャンシャンこう着替えていきたいと思います。こちらじゃじゃん。お腹いっぱい食べたりするときはちょっと気まずいっちゃ気まずいぐらい体のラインが出る感じの薄手のニットって言ったらいいのかな、結構伸びる素材なのよ。わかる？
こんな感じで首元が結構がっつり V ネックで開いてるので、ネックレスとか一緒につけてもいいと思うし、骨格ストレートの方は大優勝ですってレビューに書いてあったから買ってみたんだけど、自称骨格ストレートだけどこれいけてる？さっきたこ焼き食べちゃったから、ちょ気まずいっちゃ気まずいんですけど、お肉をねちょっとこうきっと自分の手で押さえて着る感じですかね。ちょっとぽっちゃりさんには難易度高いっちゃ高いんですけど、まあ上着というかを一緒に合わせたりしたら今でも着れるし、結構伸びがいい素材なので割と合わせやすい、いろんな服に合わせやすいんじゃないかなと思います。これもショート丈ですね。めちゃくちゃタグ出てたじゃん、ちょっと言って。かわいいかわいいけどね、お腹いっぱい食べるときはちょっと要注意ですね。次、はい、こちらはもう一回動画で着たかなという感じのトップスなんですけど、マジで着心地というかもちもちなの、この素材感が。素肌にニットってさチクチクするものもあるんだけど、これは素肌で着たいくらいのもちもち感。首のところも V ネックになってたりするので、生地感は薄いんですけど、シャギーなので暖かいいいとこ取りニットでございます。でこのニットもいいんだけど、このバッグが本当に感動したというか、めっちゃやばいってなったバッグで、まあ、見た目もちょっと可愛いんだよね。 Y2K っぽい感じのバッグではある。サイズ感もめっちゃちょうどいいんだけど、これ開けんじゃん、この横のところにこういう感じで布があるんだよね。物がマジでいっぱい入んの。最近さ携帯の充電の減りがもう著しいのね。だからモバ充とか、あとはワイヤレスイヤホンとかって結構こう形があったりするから、物がちょっと増えたね最近。で昔使ってたミニバッグじゃちょっとモバ充かワイヤレスイヤホンどっちかをポケットに入れなきゃいけないみたいな、お洋服のみたいなことが多かったんだけど、これ全部入る。しかもお財布とかもしっかり入るし、携帯ももちろん入るし、開けた時にこの横にこうガードしてくれるところあるから、ガバッて開けても物が落ちない。でしかも中にこういう感じでちっちゃめのポケットのところもあるから、ここに目薬だったりとか櫛だったりとかっていう小物リップだったりとかを入れて、こっちの大きいところにお財布だったりとか携帯とかモバ充とかを入れるみたいな感じで使ってるんだけど、マジ神。ちょっとシワ加工みたいな感じにもなってるのね、このレーザーっぽい感じのところが。これも可愛いね、もう全部可愛い、もう可愛すぎて可愛いみたいな。これマジで感動したバッグでございます。というわけで、最後着替えます。最後こちらでーす。でで、これ遠征の時にさ旅行バッグ、ちょっと持ってるやつより一回り大きいサイズをもう一個ゲットしました。私はちょっとライブ遠征いっぱい行きたいので、でなんか飛行機とか乗る時にちょっとラフな格好したいなって時に、ガーフィールド大好きやから、うちシーンってさこういう感じのコラボしてるのありがたいんだよね。キャラクターとのコラボがあるから、パワーパフだったり、あとハリーポッターとコラボしてたりとかもあったから、いろいろコラボしてるのね、マジで。トムとジェリーとかなんですけど、今回はちょっとこのガーフィールドとコラボしたトップスを買いました。ちょっと裏起毛なんだけど、生地感そんなに厚くないので春も着れるかなっていう。で色もマジで可愛い、このうちこの色好きなんで、ドピンク。耳ついてるの全然分かんなくて、注文した時届いて、え耳ついてる可愛いってなった。これはまあジーパンとも着れるし、いっぱい着たいなって思ってます。本当にこの色が好きだからさ、テンションが上がるような。このバッグも自分が持ってるやつより一回り二回りくらい大きいんですけど、キャリーの手持ちの部分に引っ掛けられる場所もあるから、サブバッグとして持ってって大荷物の移動もできるって感じ。前にもポケットがあったりとか、この下の部分もジッパーで大きくこうやってね開いたりするから、かなり大容量ですね。多分2泊3日とかだったら冬とかでも全然これで移動できそう。持ち手の部分がさちょっと硬くなってんのね、こう形がつきやすいというか持ちやすくなってて、これもマジでありがたいわ。わいは春からいろんなとこにツアー回りたいと思います。いかがだったでしょうか。めっちゃいい買い物できたと思うんだけど、まあ、今回もねシーンさんとのタイアップなので、皆さんも使えるクーポンがこちらにありますので、こちら使ってもね私にポイントが入るとかそういうものではないので、安心して使ってください。私が買ったものは概要欄にリンクとかも貼っておきますので、まあ、これが可愛いな、これ気になったなってものがあったら、ぜひぜひお揃いにしてくれたら嬉しいなと思います。ちなみに Y はね、ちょっとな1番選ぶのむずいんだよな。でも靴とかバッグとかの小物もかなり使えそうだなって思ったし、ちょっとトレンド感があるリボンのトップスだったりとか、あとはねこういうキャラクターものだったりとかもお安く手に入るかなと思いますので、ぜひぜひこれが可愛かったっていうコーディネートだったりお洋服だったりがあったらコメント欄に書いてほしいなと思います。服いっぱい買いすぎてさ、逆に何着てこうって感じなんだけど、またね参戦服ちょっと会議するみたいな動画も撮りたいなと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではチョコバナナでした。バイバーイ。